わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今日はバランス調整の動画となっております。この動画が出てる頃にはもう来てるかもしれないんですけども、まあよかったらね最後まで見ていってください。じゃあもう早速いっちゃいましょう。まず1体目こちらタラですね。タラの通常攻撃のカードの、ダメージが変更されました。前は 660×3 だったんですけども、720×3 に変更ということ で、一応計算すると今までは 660×3 で1980のダメージが一発のリロードで、出すことができました。なんですけども、次からは 720×3 なので2160のダメージが1回のリロードで、最大火力出ます。でそれの ×3 出せるので、今までだったら、5940だったんですよ最大でね。なんですけど、次からは6480の、高火力ですね。かなり出せるようになったんでね、3発で、倒せるキャラクターが増えるんじゃないでしょうかねって思います。そしてですね、ウルトのチャージ率も変更されました。必要なカードの枚数が、12枚から11枚に変更ということで、これね近距離だったらあんま変わんない、変わんないんですけど、あの遠距離でチクチク、やったりとかするときに結構ね大きく影響されるのかなと思います。じゃあ次のキャラクターいきましょう。次はモーティスですね。モーティスの、攻撃力が変わりました。1350から、1410に変更ということでね、まあだから、3つのリロードですね、使ったら今まで4050だったのが、今回は 1410×3 なんで、4230出るようになったということでね、結構火力高くなったと思います。前なんか1410だった記憶もあるんですけど、まあ、戻ったっていうのがいいのかな。まあ、確かにモーティスね、使えるところがやっぱ少なかったりだとか、相性でもう全然戦えないとかあったんですけども、一応ね戦えるようになったのかなと思います。はい、じゃあ次の、キャラクター見ていきましょう。次はねウィローです。ウィローは、必殺技で操っている相手は操られている最中に当てた攻撃で必殺技がチャージされなくなるということでね、まあ、今までがそうだったんだっていうそもそもの話なんですけども、はい、だから操られている時に攻撃したらウルトがそいつ溜まってるみたいな。俺それ知らなかったわ、そういえば。検証したかわかんないけど。でもう一つが、必殺技の飛距離を23から25に変更ということで、これなマスかな。はい、でも試した感じだと結構長くなってるように、感じます。ただね長くなったのはいいんですけどね、長くなった分当てるのがやっぱ難しくなったのかなとは思います、最長射程で。まあでも長くなった分にメリットはもうありありなのでね、全然いいと思うんですけども、もう一つがウィローが敵をマインドコントロールしている最中、ウィローが受けるダメージが 25% 軽減されるようになりますということで、ウィローが操っている時にシールドが、つくようになりました。まあ一応ね動画撮っておいたんでこんな感じです。はい、じゃあ次、見ていきましょう。次ですね、8ビットの、HP が7200から7500に変更ということでね、まあ、300増えたんですけど、結構ね、HP 高くなったので、前よりもエメハンのミッドとかで、活躍しやすくなったんじゃないかなと思います。結構海外だと大会で出たりしてるので、8ビットを使ってる人はね、結構歓喜かなと思ったりします。はい、ということで以上が、情報修正強化ですね。はい、ここからは弱体化になります。弱体化1体目、ジャネットです。またジャネット来ました。まあ、前はなんかその HP が低くなっただけだったんですけども、今回ねかなりの変更だと思います。ジャネットはですね、まず HP じゃなくてダメージがですね1500から1410に変更ということでね、これはねかなり変更大きいんじゃないかなと思います。と、ガジェットの低音スピーカーの HP が1500から1000に変更ということで、やっとね低音スピーカーの、加法が入ったということで、でプラス低音スピーカーの HP が1秒ごとに50から100、低下するように変更ということで、これね結構大きいと思います。今までずっと出ててすぐ壊さないとみたいな感じだったと思うんですけども、今回からね自然に、壊れるのが早くなったんでね、そこまあ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 脅威ではあるけど、前よりはさすがに弱くなったんじゃないかなと思っていい感じだと、個人的には思います。はい、ジャネット。そしてですね、必殺技のチャージ率も変更になって6から7に変更。まあまあまあここもそうですね、1個増えただけで、
まあ、結構ね、前線張るのが難しくなるわけでもないんですけども、まあ、いい調整なのかなと思います。じゃあ次行きましょう。次のカホはマックスです。ついに来ました、マックス。今まで全然来なかったんですけど、マックスはですね、 HP がまず変更されました。 HP が、4800から4500に変更ということでね、結構大幅に下がったのかなと思います。そして、ダメージがですね、510から 510×4 か、 510×4 から 480×4 に変更ということで、これもね、結構マックスいい調整なんじゃないかなと思います。まあ、もちろん今までが強すぎたんで、今後も使われると思うんですけども、めちゃくちゃ僕的にはね、いい、変更なんじゃないかなと思いますね。まあ別にそこまでめちゃくちゃ弱くなったわって感覚にはならないと思うんですけども、まあ、前よりは、倒しやすくなったりとか、倒しやすくなったり、倒されにくくなったって感じだと思います。いや、いいですね、ここまで。いい感じに調整入ってます。じゃあ次ですね、次メグです。メグは、メカの HP が変更ですね。メカの HP が、6000から5550に変更ということで、これね、かなり下がってますよ。ちなみに5550はね、結構低いよ。メカかなり壊れやすくなったんじゃないかと思います。そしてガジェットの急速チャージの回復効果を450から300に変更。まあ、だから本当に壊れやすくなったっていうイメージですよね、大きいメカが。なので、すごい環境ではなくなったんじゃないかなと思います。多分ね、公式的には初手のメグをロボットにして使いやすくしたかったけど、あそこまで強くなってほしくなかったっていう感じの調整がね、感じられますね。まあいいと思います。すごい全然使われると思うし、メグのロボット状態がね、結構強いと思うんでね。しかも倒してもちっちゃいまま生き残るんで、それがね、結構強いなと思うので、はい、すごいいい調整だと思います。さあ、そしてシェリーですね。シェリーはスターパワーのシェルショックのスロー時間を 4.5 秒から2秒に変更。これもね、半分ぐらいになったんですけども、シェルショックからの、ガジェットのなんかクレービジョンかの、コンボがちょっとやりづらくなったみたいな感じかな。前までオートレンダル結構当たってたんですけども、2秒で解放されてしまうので、ちょっとエイムがね、必要になったりとかするようになるのかなと思います。さあ、そして HP も変更されて、5700から5550ということでね、メグと同じ HP になりましたね。はい、いい調整だと思います。シェリーはですね、足速くしてめちゃくちゃ強くなったんですけども、逆に足を遅くするとまたね、めちゃくちゃ弱くなってしまうと思うので、足じゃなくてここをね、調整したっていうのはすごいね、いいバランス調整かなと思います。僕めちゃくちゃシェリー使ってるんですけども、シェリー大好きな僕からすると、まあ、ありがたい調整かなと思います。強すぎるって感じじゃないっていうのがね、また嬉しいかなって思ったりしています。はい、ということで次はサージですね。サージはガジェットのパワーシールドの、持続時間を5秒から2秒に変更。そして、パワーシールドのダメージ軽減率を 80% から 50% に変更ということでですね、まあ割と変わるかなっていうのがあって、その5秒から2秒に変更っていうのは、まずその構えながら歩けないみたいな、一瞬攻撃食らうその瞬間に押すみたいなのが、前より大事になってきたって感じですね。前も多分そういう使い方してる人の方が多かったんですけど、ここはまあ特に平気かなと思います。で、もう一個のダメージ軽減率を80から 50% に変更っていうのは、まあ、結構そのミリ残りした時にガジェット使ってやりきれない、 80% 軽減されて、やりきれないっていうのは結構あったと思うんですけども、50% に変更することによって、まあ、ガジェット使われても倒しきれるよっていうのが、出てくるんじゃないでしょうか。じゃあ次、ペニーですね。ペニーはあれですね、ガジェットソルティバレルの HP を2000から1500に変更ということでね、そして HP も変更されました。 HP が5100から4800に変更。ついに5000を切るようになりました。まあ、今まで多分、万能すぎたっていうのがあるのかもしれないですね。まあ、これでモーティスがね、強化されてペニーが下方来たんで、モーティスでペニーが狩りやすくなったんじゃないかなって思ったりしています。まあ、使ったり対面もまだやってないのでわかんないんですけども、まあ、理論上ね、そういう感じになるのかなって関係性的には思います。さあ、そして次アッシュですね。アッシュの HP が8100から7800に変更ということでね、まあアッシュ強かったと思うんですけども、
どうなんだろうね、どれぐらい変わるかあんま分かんないんですけども、まあ、確かにちょっと硬かったような気もするけど、まあ、あんま足を使わないから正直分かんないですね。はい、まあまあまあいい調整なんだと思います。こういうなんか微調整って何で考えてんだろうね。俺ねやっぱバランス調整できないわはい、そして最後ですね、最後は B の、必殺技のチャージ率がですね、まあ、必要な攻撃数ですね、3から4に変更ということでね、4発当てないとウルトが打てないよって感じになりました。これはねいいと思います。はい、まあ、B ももちろんめちゃくちゃ強かったんで、うん、でなんだっけ、3000になったよね。しかもだから結構ね、あの下方されたんで、まあ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 いいバランスなんじゃないかなと思います。はい、ということで以上で一応バランス調整の説明終わったんですけども、結構ね、あの今まで強かったキャラが一気に弱体化されたかなって思うんでね、環境がまた動くかもしれないです、僕的には。はい、で、タラとかモーティスもね、本当にまた使われるようになる。タラが増えそうなイメージがありますね、正直。タラモーティス。結構ね、みんなね、数字どうのこうのじゃなくてね、強化されたキャラをね、そのシーズンで使いがちなんで、圧倒的にこのタラとモーティスは増えると思う。あと、8ビットも謎に増えてると思います。この微妙な強化でもね、多分結構ね、使われると思うんでね、皆さんそれの対策だったりとかね、ぜひとも、動画化にすると思うので、よかったら見てください。じゃあ今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。終わります。皆さんそれでまた、バイ。